はい、前川です。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日はね、質問についてお答えしていきたいと思います。今日の質問なんですけども、広告はどれぐらいやったらいいのか、でいつまでやり続けたらいいのかっていう質問をいただいたので、それについてお答えしていきたいなと思います。まず答えから言っていきたいと思うんですけども、広告はいつまでもやり続けます。治療院をやっていく限りずっとやり続けますし、どれぐらい続けたらいいのか、あ、それは やり続けるんですね、出るまで、やめるまでやり続けますし、効果が出るまでやり続けます。なので永遠です。で、どれぐらいの広告費をかけたらいいんですかなんですけども、これもね、答えは出てて、かけれるだけかけてください。かけれるだけかける。まあ、大企業とかだったらね、ちょっと違うかもしれないですけども、僕たちみたいなちっちゃい規模のね、治療院経営とかであれば、もうかけれるだけかけた方がいいです。かけれるだけかけた方がいい。なので僕も、売り上げが100万円ちょいぐらいの時、めっちゃかけてました。100万円ちょいぐらいの時でもね、20万、30万でかけてたと思いますね。だから結構売り上げでポンポンポンって上がっていきました。200ぐらいまではね、150ぐらいまでは結構すぐ上がりましたね。でそこでまあちょっと停滞して200。200ぐらいで少し停滞して、そこからもすぐ300って上がったんですけども、まあ広告費かけたらかけるだけお金入ってきますから。この感覚をね、つかむまではちょっと怖いかもしれないですけども、広告費っていうのはかければ、かけれるのであればかけれるだけかけてください。はい。で、ここでね、ポイントなんですけども、広告を出すときのポイントですね。今日はそれをちょっとお伝えしたいと思うんですけども、まず、高額な広告にはかけない、お金を。勝負しない。できるだけ安い広告ですね。できたら、3万、4万ぐらいの広告を、やってあげてください。で、それで反応が出れば費用を上げていったらいいんですけども、いきなり10万とかね、そういった、広告にお金をかけるのはちょっと博打に近いんで、そういったことはしないようにしてあげてください。なので地域紙とかですね、クーポン紙とかであれば、まあ3万円ぐらい、3万5千円とかであると思いますので、ぜひね、そういったのを利用する。また、チラシですね。チラシとかであれば1万枚つっても2万円1回間くらいだと思うので、それならね、全然いいと思いますので、そういったのからね、始めてみてください。そんな感じで、広告っていうのは始めてもらうと、とても、リスクが少なく始めていけますので、参考にしてもらえたらなと思います。では、そんな感じで終わっていきたいと思います。最後に無料の媒体はいっぱいやっておいてくださいね。ではまた。